はい、皆さんこんにちは、花坂じいさんです。今日はですね、スミレのですね、摘心をしてみたいと思います。スミレはですね、別名、双葉草とも呼ばれています。原産地は日本から東南アジアで、スミレ科の宿根草ですね。先端に、うつむきがちに咲く清楚な一輪なんですね。花色はピンク、イエロー、ホワイト、パープル、まあいろんな花が あります。まあ基本的にはまあ4色になります。まあ肥料としてはですね、元肥として観光性肥料を与えて、春から秋の生育期をですね、真夏を除いて月に2、3回、千倍液で水をします。まあ、水やりなんですけど、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるということ。特に夏の水切れには注意をが必要です。長夏摘みはですね、咲き終わった花をこまめに摘み取るということ。まあ、植え替えなんですけど、鉢花を購入後そのまま楽しんだ場合はですね、花ごが秋に一回り大きい鉢にね、植え替えるということ。増やし方なんですけど、株の寿命が短いので、長く楽しむためにはですね、株を更新することが大切ですね。花後に種ができるので、春に採集して9月上旬にまくと。種ができない品種はですね、植え替え時に株分けか、なるべく若い芽を切り取って、根伏せで、増やすということですね。はい、ということでね、とりあえず申し上げましたけど、今日はね、摘心ということで、やっていきたいと思います。摘心ですからね、先をね、先っぽを切っていくということですね。こんな感じで切りますもん、今日は思い切って。ですから、わーっと思わないでくださいね、皆さんね。切ることがね、あれ繋がるんでね、たくさん咲いてもらえると困るので、思い切って切りますんで、まあ思い切ってと言っても切り戻しはないですからね。摘心ですから、この先っぽをね、切るってことですね。まあ、こんな感じで切ります。いいですか。こんな感じで切りますからね。まあ、穴を切ってかわいそうだなと思わないでくださいね。ごめんねと言いながら僕も切ってますからね。非常な人間じゃないんで、たくさんの、ね、花をこれから咲いてもらおうと思って切るわけですから、これはね、もう咲いた後のあれですからね。まあ、こんな感じでね、ざっくり切っていきます。黄色いね、葉っぱがあるんですよね、やっぱり中を見ると。こんなものはもう取ります、この機械にね。どうせもうこれ黄色になったらね、もう孵化しないんですよね。なかなか、なんか黄色になる前にね、肥料を与えたりとか、明かりが、火が当たらないとこんなになっちゃうんですね。こんな感じで切りますからね、ざっくりいきますから。黄色いね、葉っぱも切ります。こんな感じですね。取りますよ。はい、こんな感じですね。いきますよ。はい、そしてね、大きい葉っぱがあるじゃないですか。そんな葉っぱね、もう取ります。日がね、太陽がね、下のに行かないんですよね。だからもうあえて、大きな葉っぱ、こういった黄色い葉っぱを作ることになりますんで、取りますからですね、ご了解いただければと思います。もうこんな感じですかね。
切りましたんで、あとまたね、たくさんのものが咲いてくれるかなと思ってます。あと切った後ですね、必ずこういったものでね、ちょっとこうパワーをちょっと与えてもらえばなというふうに思います。はい、そしてね、一月いっぺんぐらいは病気とか虫とかどうしても来ますからね、こういったもので消毒をね、月1回ぐらいするってこと、虫なんか来た時はもうその人でやるってことですね。そしてまあ月2、3回ですね、こういったハイポレックス1000倍液でね、液をやってもらうと芽吹きがいいかなというふうに思いますんでね、ぜひ皆さんもこの摘心やってほしいと思います。いっぱい咲きますからね、楽しみです。もうすぐね、今日も12月28日ですけど、もうすぐもう今年も終わろうとしてます。来年ね、このスミレがいっぱい咲いたらまたあ、げたいと思いますんで、ぜひね、楽しみに待っておいてほしいなというふうに思います。こういったものはね、もう着とった方がいいかもしれないですね、花が咲いた後ですからね。はい、ということでね、今日はね、スミレをね、摘心をしました。ぜひね、皆さん、もう摘心をしてみてください。たくさんの花が咲きますよ。最後になりましたけどね、いつもコメントご用意ありがとうございます。もしね、まだチャンネル登録してないよという方がね、今見てる中でいらしたら、いい機会です。今ね、私がちょうど毎日投稿6ヶ月、もうすぐ来年の1月5日で7ヶ月なんですよね。毎日投稿してますけど、まだこれからもね、最低1年は投稿をやっていきたいというふうに思ってますんで、ぜひね、登録をお願いしたいと思います。登録していただくと、私が投稿した時に通知が届き、非常に便利です。今ね、画面の中央に私の似顔絵が出てますけど、これをクリックするだけです。ぜひね、クリックしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。